代表などが出席し、心配される駅前地区の空洞
査や700人近い離職者の雇用問題などで積極的な行政支援を要請しました。これに対して高橋氏は、財政は厳しいが国の答えられるクイズは、皆の衆は全道で1ヶ月何個売れたでしょうか。